まずですね、ここに精神学の起源というふうにございます。今精神医学って言いますね。精神医学って言います。ここに1500年代というふうに書いてありますが、もう本当に今からですね500年以上前に、遡ることができます。でここでですね、こういう図があるんですが、これはロンドンにございます王立ですね、国王の王立のベツレヘム病院と言います。これ別名ベトラムと言います。ここではですね、こういった形で実は精神病と、あるいは行動がちょっと変だよとか、あるいは今で言ったらいわゆる知的障害者の方とか、そういったものを一堂に集めて実は見せ物小屋にしてました。来られる方をその何て言うんでしょう、病室を見て、そこでいわゆるお金を取るんですよね。見せ物小屋なんです、ね、そういうふうなような形から実は始まっているのが精神病院と言われているものの起源になります。これが元にずっとこう続いてきたわけですね。そして、16世紀17世紀18世紀ぐらい、結構こういったこの辺がそうなんですけども、やはりですね、何かって言ったらずっと今でもそうなんですが、隔離収容なんです。常に人とあるいは社会と隔離をする、あるいは隔絶をさせる、あるいはコミュニケーションを立ってしまうと、これがずっと実は精神医学の中において行われてきたことなんです。で皆さんちょっと考えていただきたいんですけど、自分一人きりになっちゃった時の不安ってありますよね。自分がもし本当にここに一人しかいないというようになった時に本当に不安になると思います。そこなんです。人は一人で生きていけないことは誰しも知ってます。しかし無理やり一人にさせられてしまった時の状況って絶望感ですよね。これがどんどん人をこう落としていくやり方の典型的なやり方です。で、ですから今でも精神病院の中に、日本はこれ最悪なんですけども、年間32万人の方が大体常にこう収容されているという状況です。当然精神病院の中を見ることというのはほとんどできません。特に閉鎖病棟という、開放病棟閉鎖病棟というのがありますが、閉鎖病棟というところに入ってしまうとほとんど外の人というか、から何中で何が行われているか分かりません。で実際そういうところで虐待行為が行われてたり、あるいは本当に薬漬けが行われたりということなんです。ですから彼らの正体がなかなか皆さんのその白日のもとにさらされないという状況なんです。そしてここにおりますこの人、1844年というふうに書いてありますけども、これベンジャミン・ラッシュという方です。ワシントン初代アメリカ大統領を殺した男と言っても過言じゃありませんが、というふうにも言われておりますが、この人実は今でもそうですが、アメリカ精神医学会の初代の会長です。でアメリカ精神医学会というのは今でもそうなんですが、これはもう本当にその世界の精神医学をリードしています。でこの頃からもうすでにアメリカ精神医学会というのが立ち上がっていました。で、実は今日本のお医者さん、精神科医、世界中の精神科医が使っているマニュアルがあります。これ DSM と言いますが、精神疾患の診断統計マニュアルというふうに訳されております。このマニュアルを作っているのはこのアメリカ精神医学会なんですね。でそれは全世界で、使っているというのが現状でございます。そして、この人どんな治療、精神科医なんですけどどんな治療をしたのかって、実はどんな治療をしたか有名なんです。射血という方法です。射血わかりますか。血抜きです。手に傷をつけてピューピュー血を出すんです。でなんでそんなことするんですかって言ったら、この人の理論から言うと、いや精神病っていうのは血が多すぎるんだって言った。悪い血があるからだ。今時そんなこと言ったら笑われますよね、当然ね。でもね、この当時は本当にそれがそうだと思って信じられたんです。で現実的にいろんな有名人が結構その射血っていうのをやってます。そして死んでます。こういったことを平気で実はやってたんですね。で、この先にここにちょっとひげのボーボーの人がいます。これちょっと次にお話ししますので、前ですからお名前だけ申し上げておきます。ウィルヘルム・ブントといいます。ドイツ人です。ライプツィヒ大学の教授なんですが、ウィルヘルム・ブントといいます。そして、有名な文献でエミール・クレペリンなんていう、名前があります。これクレペリン検査っていう、非常に日本でも極めて最近まで、今でも一部まだ性格検査とかですね、適性検査というところで、運転免許をですね、お取りになった方がいらっしゃるかもしれませんが、適性検査っていうのは、そこで大体使われてました。今使われてない、ほとんど使われてません。というようなところで、ずっと来てます。これ、
見ていただいて、これ首吊りですよね。でもこれ精神障害の治療行為だって言うんですよ。首吊って精神障害の治療できるなんて今言ったら笑われますよね。しかし本当に行われてました。であとこういうところに冠水、上から冷たい水がこうバーッとかかってくると、でそこにずっと耐えるというのが行われて、でここにあるのは精神安定室。実はあの私どもですね、本部はロサンゼルスのハリウッドにございます。そこにはですね、実はこの本物が展示されてるんです。ぜひあのご興味ある方はあの私と一緒に行きましょうという、あのぜひツアーでも組んでいきたいなとご案内したいんですけども、これ精神安定室、常にずっと縛られた状態で座らせると前の一方しか見られないというような、そしてそれに対してもう何もできなくなる、もう抵抗も何もしたくな、しなくなった、なくなったら、治療終了というようなことになるわけです。それからびっくり風呂というのがあります。いわゆる板の上に乗せられてポーンという床がですね、穴が開くんですね。その下に氷水を張った桶がたらいがもうあって、下にボッドボンと釣れてる、こういうですね、いわゆる刺激、何かの刺激を与えることで、その反応によって、精神状態を治療しようというのが実は精神医学の考え方です。ですからそこには本人の決断とか、まあ、さっき言った決定と自己決定とか、そういったもの全くございません。とにかく外部の刺激でもってポーンとさせるんだって。でちょっと考えていただきたいです。これって向精神薬も同じなんです。外からの向精神薬の刺激を入れることで中の反応を起こすって、この考え方はずっと精神薬変わりません。外から刺激を与え、その反応でもって、治療を行うと。ですから皆さんがこうしたい、ああしたい、夢や希望や、ね、何かがあるとか、あるいは自分の何か計画があるとか、そんなもん一切関係ありません。とにかく刺激を与える、これが精神学の考え方で、今もってそれが脈々とつながれて、大学の授業でそういうふうに教えられているわけです。これが精神学です。まあ有名なところいろいろありますね。このクリスチャン・ライルナっていう人間は昼ですね、昼に血を吸わせて、まあ、治療をやったとかですね、そんなこともございますし、まあさまざま、こうとにかく人を縛る道具に関しては、本当にまあね、精神医学以上に開発されたものはないんじゃないかなというくらいに、人から動きを奪う、この考え方っていうのは常にこれです。これ精神医学にあるということになります。